走れ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 、やった、いやいや、おー、オッケー。
お疲れです、前田君。お疲れ様です。今日はナイスピッチングです。ありがとうございます。今日は5回10奪三振。10ですね。やばくない今日の投球。今日はもうあの三振取りに行ってるピッチングなんで、はい。切れてた？あのえげつないぐらい切れてました。あれさ、何投げてたの？カットボールっすよ。カットボールか、はい。バッターの手前で曲がりすぎて。そうなの。全然ボールが見えなかったっす。もうなんか球が切れすぎてて。最初対応できてなかったっす。いや高めでちょっと弾いてたりしたやん。こんなん普段せえへんのにやと思って。いや全然キレキレがエグいっす。なんか変えたんですか、それは。握りとかを。握りは変えてますね。その M 級になって結構曲がり幅出るようになったんですよ。なんでよりストレートに近づけて、今まで結構スライダー中心だったんですけど、うん、カットボールスライダー半分投げるとか言ってたよね。ですスライダーっていうよりもカットボールに近いです。一応握りとしてはスライダーはスライダーはこうなんです。中指をこの線にかける。こうで、こう横をこういう感じでバッとチョップする感じでバッと引っ掛ける、うん、そのスライダーが本人的に投げやすいんで投球の半分ぐらい締めてたのを今日はカットボール中心。カットボールですね。握りはこれストレートなんですよ、うん、結構僕もくっつけて握るような感じなんですけど、うん、これをボール半分ちょっとずらす感じ。こうリリースは一緒で、リリースは一緒。ストレートのにリリースでボールの横カット、本当にカットするイメージ。そのカットで今日10奪三振のうちほとんど打ってたと。そうですね。でそのカットがM 級になって曲がり幅が出るんで、なんかいわゆるスラッターっていうやつになるんですよ。ちょっと横曲がれるスライダー系統のカットってことです。です腕の振りをちょっとじゃあ切ってるってこと。腕の振りはもうまっすぐと一緒、まあ言ったらもうまっすぐより腕振ってる感じです。あ、そうか。それでもう M 級の曲がりを利用して勝手に曲がっていってくれるってこと。そう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 、はい、スピードが速くてかつまっすぐに近くてでも曲がり幅もあるっていう。抜けてもこうジャイロ回転になるのでちょっとこうなんか浮いてくるみたいな。ジャイロカットスライダーみたいな。名付けてジャカッタ投げ損じてもリスクが少ない。なるほど。ちなみに今日人工芝のグラウンドでスパイクがポイントですけど、はい、この辺なんかこだわりあるんですか。あー、なんかポイントの方が疲労感結構少ないな。なんか突き上げがあんまりないんで、だから最近はずっとこのポイントのスパイクを。ずっとなんだ。金具はじゃあ使ってないの最近。金具最近使ってないですね。金具の力入らない？そんなことない。なんかまあ結果出てるんでいいかな。確かにね。ところはあって。はい。わかりました。今日は1安打、5回10奪三振のピッチングでした。打つ方でも1ホーマー。そうですね。すごいな。調子いいです。ちょっとその調子を持続性、都大会もよろしくお願いします。ガンガン行きます。はい、以上、前澤特集でした。前澤君について何か質問がある方はぜひコメント欄にお願いします。プロテイン、筋トレ、ほぐれる、変化球、早く投げるためには何でもいいので、何でもぜひ聞いてください。ツイッターにもぜひ。ツイッターもこちらです、はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。